ゆくきん TBEABDAY。 ハロー YouTube。 はい、今日皆さんにご紹介するのはパスタソースのバジルです。しかもクレアラジル、ずいぶん前の、誰も覚えてない。しかも2種類一気食いというか味比べ、すごくない？ YouTuber みたくない？まあどうせ、あ、お値段はまあ適当に調べられたら書いときます。まあどうせ安物だし、どうせ味薄いんだよ、こういうの。大体わかる。バジル系なんか特に。でも僕は僕で、バジルもバギナも、私は好きですから。バジルのパスタソースは好きだからさ。で、本当にすごい昔の記憶なんだけど、私今44かな？忘れたけど。二十歳じゃないな、もうちょい後だ。23ぐらい。武蔵小金井に。大学も終わったけど、2年ぐらい住んでて、その時妹と住んでたんだけど、その後高円寺で妹と10年ぐらい住んだのかな ?8 年?まあいいや、うん。で、武蔵小金井の声優で買った、なんかチューブで、ただ出すバジルペーストがバカうまかったの。パスタソース。メーカー覚えてない。ほんとに。覚えとけばよかったな。で、今見かけないんだよ、それを。まあやっぱ日々進化してるから、こういう形になるのかな、知らんけど。わかんない。とにかく、バカうめかった記憶あんのに、あるし、うめかった。で、なんなら妹が、一緒に住んでる妹が、それ僕が冷蔵庫入れてたら、なんか風邪気味の日に、一歩もね、家出れない、辛いからっつって、パスタで僕のそのパスタソース勝手に使いやがって。全然味がし、で、あ、なくなってたの、結構入ってたのに。なんであれ全部食ったんだよ。あ、まだ何食分も、何回分もあっただろうっつったら、風邪ひいてるせいか全然味がしなくて全部使っちゃったっつって。まあ確かに風邪ひくとさ、鼻とか喉がちょっと麻痺して味も感じなくなるのかな、知らんけど。腹立ったな。っていう思い出がある。っていう思い出がある。声優武蔵小金井、約20年前に武蔵小金井の声優で買ったチューブのバジルパスタはもうどこでもあんま見かけないから、どんなんかも覚えてない僕も。でだけどその後いろんなバジルのパスタソースを探して何度も裏切られてんの。なんならこれもどっちか一回もう買ったのにまた買っちゃったかもしれないぐらい、メモするべきだったな。当たりを探したい。そうしたらもうそればっか買うのに。外ればっかり。で、何が言いたいかというと、どうせこれも美味しくねえんだよ。味も薄いんだよ。一食で 100g で茹でたら。うん。だからあえて、200g はさすがにね、豚の僕でも、おじさん、男食いの僕でも、お腹いっぱいになっちゃうから、150、1.5 人前今茹でてる。レンジで。1.5 よりちょっと欲張って 1.6?だから 160g 茹でて 80g でこれ一食分。本当は 100g ずつ用だけど、どうすりゃ今さっき言ったどうせ味が薄い、それも解消されるでしょ。ちょっと味も濃くいける。でその場で今2食食べ比べできればダブルフェラでね、味の違い良し悪しがわかる、そういうことですよ。どっちがどっちかわかんないくなんないようにしないと、そういうこと。楽しみ。早速実食編に飛んでみましょう。はい、早速 80g、 そんな 80g ぐらいか、 80g ずつぐらい、2人前、 1.6 人前パスタ作ったので、こっちから行ってみようか。香るバジルソース。香らなかったらただじゃおかないからな。そうでしょ。
いい香り。香るやないかい。うん、両方混ぜて、一口ずついくか。いや、今決めた。一個ずつ混ぜて、一個ずついこう。お箸は変えるべきか？変えろ、変えようか。変えようよ。あとそう。パスタ待ち中に思った。本当にさ、それこそ、しょうもねえ、ガチの、貴重なソースが。ガチの YouTuber 連中ってさ、本当にほぼ、今手に入る？Amazon とかも含めて声優とかいろいろ全部買い出しって。ねえ、8種類ぐらいバジルソース並べて、どうせ、しょうもねフィッシャーズとかみたいに、東海オンエアのバカとかみたいに。ね、5、6人でみんなで本当に一口ずつ味比べして採点したりして、本当にそれやったら楽しそうだな。私は一人でしかできないから、人望がないから、人望はあるよ。そうでしょ。っていうかまあ人とやるのがちょっとめんどくさいから、一人で二食チェックが限度です。行ってみましょう。香るバジルソース。僕が今腹ペコだからかな。とても美味しい。あんま腹いっぱいにしちゃうとよくない。こっち行こう。ジェノベーゼ。青の洞窟。行ってみましょう。まあまあ、そりゃそうだって話だけど。見た目は同じだな。緑色で美味しそうです。バジルな、本当に僕香りが好きなんだよな。好き、バジル料理。バジルのパスタ以外なんかあったっけ？忘れたけど。よいしょ。こっちの方がオリーブオイルの感じがないな。すごいペースティー。さっきの香るバジルソースの方がオイルって感じ。オイル？スープ？わかんない。水気はあったな。それが吉と出るか凶と出るか。まあ混ぜやすさはさっきの方に軍配は上がるけど、結局は味だからな。混ぜやすさなんか。うん。二の次だよ。なんなら。こっちの方はとても混ぜにくい。でも、味が良きゃこっちだわな。最終的に選ぶのは。さあ、味は実際どうなんでしょう。行ってみたいと思います。青の洞窟、ジェノベーゼ。行ってみたいと思います。